イブの破壊部の墓は、サウジアラビアのジッタにある、高校遺跡である。一部のイスラム教徒の間で、イブが埋葬された場所と考えられている。1928年に、当時ヒジャーズの知事だったハイサルにより破壊された。また、巡礼者が墓に向かって、祈りを捧げることがフハーブ派では禁止されている、成人崇拝になっていると問題視され、 宗教当局によって1975年にコンクリートで封印された。リチャード・フランシス・バートンは、千代人よ物語の翻訳の中で、イブの墓を見たことについて言及している。民間信仰では、イブはすべての人類の祖母とされており、アラビア語で祖母を意味するジッタが、地名のジッタの由来である。アンジェロ・ペッシェのジッタに関する著書の中で、この場所についての過去の言及について、 以下のように書いている。ハマダーニーは、アダムが、マインに行った時、イブに会いたいと感じたと伝えられている。イブは、ジッタから来たもので、アラファトで彼女を知ったと、と述べている。イブの墓がジッタにあることを最初に述べたのは、イドリースイーである。しかし、イブンジュバイルは、直接の経験から、ジッタには、古くて高いドームを持つ場所があり、そこはイブがメッカに向かう時の宿泊場所だったと。 言われていると述べている。イブン・ムジャウィールは、ジッタのイブの墓について、明確に研究しており、イブン・ハン・ティ・カーンも同様である。イブン・バットゥータはこれを完全に無視している。タバリー、マスー・ディーや、その他の歴史家は、伝統によればイブは、ジッタに埋葬されていると述べているが、彼女の墓の詳細については述べていない。リチャード・フランシス・バートンによるイブの墓の、 ミトリズ・フランスの地理学者、エミール・フェリックス・ゴーティエは、この墓の長さを約130メートルと推定している。イクバル・アリーシャーは、墓の大きさについて、次のように書いている。イブは、大きな体格の女性だったに違いない。オリジナルの墓は、長さが8フィートもあったと聞いている。しかし、私が到着した時には、墓は、不思議なことに、その巨大さを増していたと聞いた。 ヒジャーズのアミールだったアウン・アラフィクはこの墓を取り壊そうとしたが、それが世間の反感を買ってしまった。彼は我々の母がそんなに背が高かったと思うか。この愚かさが国際的なものであれば墓はそのままにしておくと言った。ありがとうございます。